ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は浄土真宗本願寺派僧侶岡山願海さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今週は岡山願海さんとおしゃべりをしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ普段岡山先生と先生ってのは嫌ですね。なんかどうしますか、願海さんにしますか。まあ何でもなんかちょっとあれですね、慣れない感じもありますけど、うん、まあなんか言いやすいので、はいはい、でもちょっと今日はお坊さんなんで願海さんって言ってみましょうか。はい、はいはい、まあお坊さんなんでって言ったのはもちろんお坊さんなんですけども、普段お会いするのは浄土真宗本願寺派の本願寺総合研究所の、所長をされていらっしゃるので、まあ、そちらの方でこう先生もありますし、もともとが大学の先生で、はい、いらっしゃるということもあり、はいはい、もう先生人生が長いですね。長いですね。もう30ぐらいの時から大学ので仕事してたのでずっと先生ですけど、だから私もともとほら研究者になろうとか学者になろうって思いなかったから、僕はもう最初から仏教を勉強し始めて現場で働きたかったんですね、はい、現場お寺とかお寺とかで。だから大学にいる時ってどうも座り心地が良くなくて、うん、それで60過ぎてやっとお声がかかって、はい、真宗に来ないかって言われて、もう僕はやっと来てくれたかと思って、うん、嬉しかったですよ。だ即座に大学辞めて奥さんに怒られましたけど、私にちょっと相談してくれって言われて、まあ、そのくらいです、なんかだから大学は長かったんですけど、まあ、今の方が座り心地っていうか居心地はいいです、ね、うん、とはいえまあ、この本願寺派でいうと、まあ、大学とは違いますけど研究機関でもあり、うん、ね、はい、まあ、ちょっと椅子の座り心地が変わったとはいえやや近いところもある、ね、正直言うと、まあ、半分現場ですね。半分現場。本当の現場はやっぱり一つ一つの全国にあるお寺が現場だと思って、はい、僕はそれの元締めみたいな、ね、現場そのものじゃないっていう。そうですね、もうちょっと松本さんがやってるような現場の仕事をして、はい、いやでも僕も結局お寺を持ってやってるわけじゃないんで、うんうんうん、そのお寺という現場感からは近いような、まあ、いろんなお寺に出入りしているという意味では近いんですけど、うん、やっぱこうここが自分のお寺だっていうものを預かる、うん、その重みとかはやっぱやってみないことにはどこまで行っても近づけないっていうのは、うん、ありますけどね。そうそう、ただ現場感があるのは例えば僕らが何か考えてそれでやっぱり全国回るといろんな応答があるわけじゃないですか、はい、応答してもらえないとね、あんまり関心持ってもらえないとかね、批判されるとやっぱりこっちの理屈がおかしいんだなっていうふうに、そういうなんか実験場みたいにはさせてもらってますね。自分が考えてることがどの程度通じるか。ああ、じゃあ時々こうお寺での皆さんの前で話したりするっていう、うん、それから書いたものなんかをこう、うん、まあ、いろんなね宗派に乗っかっていった時にいろいろ意見もらうわけでしょう、はいはい、そういう時やっぱりああいいな、批判されてもいいな、大学だとね
一方通行でしょ。言いっぱなし書きっぱなし。あ、意外とそうですか。フィードバックがない。あのね、専門家同士の議論はするけど、はい、より多くの人にとの対話ができない。確かにあんまり、うん、必ずしもみんなに分かってもらおうと思ってない部分もあります。そう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 、専門家同士の話だから確かにそうですね。それはね、僕は正直あんまり興味がなくて、もっと仏教学んでても仏教って何なのかなとか今でも相変わらず考える時があって、うん、素人的な、素人っていい意味でね、素人的な発想とか問いとか議論がすごく好きですね、生き方とかね、うん、だからそういう意味ではあのいろんな多くの人に接することができるっていうのはとってもなんか恵まれてるなと。の眼界さんはもともとお寺、そのお坊さんの名前をもらったのがいつになるんですか。8年前ですね。2013年。いや半分騙されたような感じで、注文外の人と協力してやることが大事なんだって言われて、だから僕は外部の人間として一緒に仕事して宗派の仕事をやろうっていう話でこっち来たんですけどね。で京都に来たら、まあ皆さんに早く僧侶になれって言われて、だけど人に言われて僧侶になるってのはそれはないだろうと思って、嫌ではないんですけどね、やっぱり自分でその気にならないと。でまあただ何かあると、これはすごく恵まれてたなと思うのは、あの何か嫌なことがあるともう目の前に本願寺の本堂があるので日中ガランとしてるんですよね、でそこ一人座って阿弥陀さんと向き合ってたりするんですよね。10分ぐらいすると心が落ち着いてきて嫌なことも忘れて、でそれで1年ぐらいして僕は何かの1年ぐらいした時に、あ、僕も僧侶になりたいなと思ったんで、どうして思ったのかはよくは分かんないんだけど、あ、これなら僧侶になろうと思って、あのこれならつまり人から言われてなるものとは違うものだなっていう感覚があったわけです、ね、自発的に思えるようになった、それとまあ、あの僕昔から、あ、正直言うとあの昔ね、神父になりたかった。あ、神父カトリックの、はい、またなんかね、教会って上にずっと向かって、精神が上に向かっていけるような、そういう雰囲気に教会ってしてくれるような感じがあって、あ、まあ、そうですね、ヨーロッパの大きな聖堂とか、そうですね、それとあのパイプオルガンとかね、あのミーハーだけど神父さんって着てるのはかっこいいじゃないですか。かっこいいかどうか僕かっこいいと思ってて、まあ、ちょっとコスプレ心をくすぐりますよね。で神父になりたいなと思ってたんですけどね、ちょっとね結婚してしまったので神父になった。そうですね。でだから宗教的に生きていきたいなと思ってたので、あの僧侶になるのは嫌だななんてじゃあ全然思ってなくて、だから自分にとっては自然な成り行きっていうか、それとやっぱり今も思い出すのは、あの僧侶になる研修を受けて、研修終わってこの本願寺で、そうです、そうです、で本願寺に投下して戻ってきた時に、ああこれで僕はお釈迦さんの弟子になれたっていう、これからは僕は仏道を歩んでいくだけだっていうか、導かれていくだけだ、これはちょっと優等生的かもしれないけど、実際そう思いましたね、なんかね、僧侶って仕事じゃないでしょ、肩書きでもない、生き方みたいな気がして、でこれで僕はもういくら迷ってもあの道はちゃんとできたっていうか、導かれていけばいいやと思って、そういう意味ではすごく僧侶になった、慣れた時が嬉しかったですね、懐かしいですね。懐かしいですよ。もう20年近く前ですけど。松本さんどうだったんです
あ、なった時は嬉しかったですよね。何が嬉しいのか分からない、嬉しいです。いや、ちょうどその自分の場合は就職をせずに、まあお寺に就職っちゃ就職かもしれないですけど、その新卒でお坊さんになると、で、そのまま得度に行って、で、あ、これでお坊さんの道を選んだんだなっていう、まあ自覚が高まりますよね。あれ、インド行かれたのはその後ですか？その後です、後です。ああ、はい、そうかそうか。ああ、逆だと思った。そうなんだ。はい。そうそう。お坊さんになってから、しばらくしてから、あの MBA に行ったので。あれはなんかね、面白い、経歴見ただけでも面白いなと思って、どんな人だろうと。それともう一つ、あの僕らほら法名ってもらうじゃないですか、はい、法名釈なんとか、はい、私だったら釈願会でしょ、あの釈がやっぱり好きでね、お釈迦さんの弟子だっていうかね、そうですよね、その意味合いで釈そう、はい、承継、そうお釈迦さんの末裔だっていうかね、うん、それはなかなかね、だからあの僧侶にならなくても法名っていただけるじゃないですか、あれはおすすめですね。いや、ここで宣伝するわけじゃないんだけど。本当ですよね。ね、あのなんかね、多くの方は亡くなってから、そうそう、法名やら、まあ、戒名やらをつけようってしますけど、だって亡くなってからよりも先にもらっといた方が、自分でもちょっとそうそう、ね、意見できるし。ね、納得して、ね、ああ、そうだ。うん、でそれ、あ、そっか。こういう本名かっていう思いの中で生きていくこともできるんで、そうそう、あれはね、釈、うん、なんとかって本名はいいなって思います。え、生前にもらえるんですかとかいう人いますか？そう、いや、あの本来はそういうものですね、本来そうですよね、ああ、そんな人もいるんだ。ただあの僕の本名願海って言うんですけどね、はい、願いの海でしょ、あれはね、ここって僕知らなかったんですよ。何にも知らずにそういう風になっていくんで、あの本当は自分でこういう名前にしていただきたいなと思うと事前にこう、ね、申請みたいのするわけですよ、はい、僕それも知らずに、はい、あのおい、あの本名もらってこいって総長に言われて、当時の寺院のトップさんでバーッと走ってて、すいませんって言ってパッと手続きして、で本願寺でお寺で、あのおかみそりってあの、やっていただいて、それで法名をいただくんですけどね。だから僕の思いは全然、あ、そうなんですね、あ、全然そのだ意見しなかった。願海って名前は好きですけど重たくてね、願いの海でしょ、と思ってね。でもまあ、あのこれもこれもいただき物っていうか、うん、自分の使命みたいな役割みたいのを感じてね、まあそれで納得してやってますけど、うん、でも本当に僧侶として歩んでいける安心感っていうのはね、ありますね、うん、それといや、そうなんですね、あの、ね、今回、多分こう、まあ、私もそうですけど、このラジオを聞いてくださってる方はお坊さんじゃない人ももちろんたくさんいらっしゃって、で、まあ、中にはいつかお坊さんになりたいなみたいな人も結構いらっしゃると思うんですね、潜在的には。で、あの、まあ、よくお坊さんのこういつもこうやって対談してるんですけど、いや、家が生まれがお寺でしてっていう人もやっぱり多いんで、まあそういう中で全然違う立場からあえてお坊さんになったっていう、その願海さんのお話は結構ちょっと参考どういう経緯でなったのっていうのを知りたい人もいると思うんですけど、まあどこから遡るかって言った時に、ちょっとあの、まあ、あえて一気に遡ってみると、子供の頃とかって、あの幼少期、何かそういういずれはお坊さん
とかそういう仏道に惹かれていくかもしれないっていう、うん、そういうこう片鱗のようなものとかなんか予感ってあったんですか？あのお坊さんっていうイメージは全然なかったんですけどね。あのまず最初よく思い出すのは、中学生の時に石膏、あの図工の時間に石膏の 石ころもらって、なんか好きなの掘れっていう時に、はい、僕仏像掘ったんですよね。おそんな仏教のどうのこうのって思ってなかったんです。これは修学旅行帰りに、あのなんて言いますか、木魚、木魚をねお土産で買ってってね。あまあそれは物理的なあれですけど、もう一つはあの中学3年の時に、あのある会社の研修をあのやるっていうので、群馬県の曹洞宗のお寺に私ついてたんです、中学3年の時で。座禅の真似事やって足痛いなっていうだけでしたけど、そこのお坊さんが、お前さんその田舎がないんだろう、東京生まれでありませんって言ったら、じゃあうちのお寺、群馬の山奥なんですけどね、うん、うちのお寺を田舎にすらいいから、まあ、好きな時に来いとか言われて、それで通い始めました。年に 1,2 回。そうですか、素敵なご縁ですね。おそれはやっぱり良かったですね。ただそれで仏道を歩もうとかそういう気は元なくて、うん、で二十歳の頃ちょっといろいろ悩んでて、その和尚さんに、うん、どうやって生きていくべきか僕は分かんない、どうしたらいいんですかって聞いたら、曹洞宗のお寺です、曹洞宗のかなりそれなりの人だったらしいんですけど、彼はお前は生かされてることを分かってないから、どうやって生きていくかなんて生意気だって言われてええって思って、じゃあ一応生かされてるのは前提で、もうその後じゃあこの世界でどう生きてるか、生きていくか、やっぱり問いとして持つんじゃないんですかって聞いたら、その和尚さんが、お前は何にも分かってない、ダメだって言って山に登りさせられて、あの木の下刈りってあるんですよね、あ木が育っていくために周りの草を刈っていく、はいはい、もう鎌かすがされてこうですよ、ね、汗だ。それでもう答えはもらえません。で10年ぐらいしてね、やっと、あ、生かされてるってこういうことかっていうのは思いました、ね、うん。それでもやっぱり僧侶になろうって思いはなくて、でもその生かされてる、なんかね、こう瞑想したりお祈りしたりしてたら、なんか自分は限りなく愛されてるんだ、何か力を注がれてるんだ、うん、でこれ全ての人にそうなんだろうなと思ったけど、実感できるの自分だけじゃない、うん、だからあのとにかく自分はそういう力を与えられている、そんなことが今も変わらないんです、その経験は今も変わらないんですね。あ、それはその瞑想をして訪れた体感覚なんですか？瞑想、あの習っていた座禅の形したり、まあ、手を合わせたり、手を合わせる格好って僕好きなんで、合掌する姿が好きなんで、こうやったりして目つぶって、まあ、10日間ぐらいほとんどそんなことばっかりしてて、それでやっとそんな感覚が得られて、だからなんか修行してとかそんなんじゃなくて、自己流にこう手探りでやってって、あ、だからあのいろんな宗教で生かされてるんだってふうに問うってんのを聞くと、うん、それはそうだよなっていうので、うん、大体どこのあれでも納得できますね。そうですよね、うん、だから逆に言うと、あんまり僕どっかの宗派とは深入りはできない、できないっていうかね、はい、あっちもいいしこっちも同じだよっていう感じがあるんで、はい、ちょっとね、まあ、分かります、あまり正直に言うと怒られるし、いやいやいや、あのという感覚を共通した浄土真宗本願寺派の僧侶が2人並んでおりますというところで、じゃあちょっと今日はこの辺で、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。
トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。おはようございます。豊かな自然に囲まれたお寺寿徳寺の本堂より朝のお勤めをお送りいたします。まずはじめに、仏様の徳をたたえたお経、七梵をお唱えいたします。その後に、般若心経、光明心音とお唱えいたします。般若心経、光明心音は、よろしければ、ご一緒にお唱えください。
万歳。
ギャーテーギャーテーハラギャーテーハラソーギャーテーポージーソアカハンニャーシンヨーオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン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 オンコロコロセンダリマトギソアカ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 ナム大師遍照金剛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 ナム工業大師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 ナム専用僧正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 エコー先祖代々一切少量エコー先祖代々一切少量エコー先祖代々一切少量エコーウェムエン三愛万礼エコーウェムエン三愛万礼エコーウェムエン三愛万礼願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道成全こと。皆様の一日が健やかな一日でありますように。お勤めありがとうございました。このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。
それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。